こんにちはフフィギュアスケートファンの皆様羽生結弦選手の優雅で力強い演技に心を動かされフィギュアスケートという競技の魅力に引き込まれた方は多いでしょうしかし最近の大会で浮上したジャッジングの甘さという議論に心を痛めている方も少なくないのではないでしょうか疑惑の背景にはどんな真実が潜んでいるのかそして羽生結弦選手が舞台外でも見せた友情エピソードに触れながら 競技の未来に期待を込めて一緒に考えてみましょう。疑惑のジャッジング、透明性への信頼はどこへ近年のフィギュアスケート界では、公正なジャッジングに対する信頼が揺らぎつつあります。特に注目されたのは、イタリアのダニエル・グラッスル選手の演技におけるジャンプ判定です。フィンランド大会や NHK 杯で彼が披露した4ルッツ、4ループ、4サルコーは、回転不足が明らかに見える場面があったにもかかわらず、 クリーン判定とされたケースが続きました。通常、ジャンプ判定に疑義がある場合、レビュー・映像確認が行われるはずです。しかし、NHK 杯ではレビューさえ行われないジャンプがあり、多くのファンが違和感を抱きました。一方で、これまで回転不足に厳しい判定を受けてきたグラッスル選手が突然優遇されたように見える変化もファンに疑念を抱かせる要因です。背景には、 2026年にイタリア・ミラノでで開催されるる冬季五輪がが影響してていいいののはないか、との憶測が飛び交っています。このような状況が続くと選手たちの努力が報われずファンが競技そのものに失望してしまうリスクがありますフィギュアスケートは競技性と芸術性が融合した特別なスポーツですその透明性を守ることが未来のファン層を拡大にもつながるのではないでしょうか日本選手たちの苦戦と課題 王者への道の道り。フィンランド大会での日本勢も停滞結果に終わりました特に鍵山優真選手はフリーでミスが相次ぎ5位という予想外の順位にショートプログラムで築いた得点の貯金がなければさらに順位が下がっていた可能性があります鍵山選手がこれほど苦戦した背景には2大会連続出場による疲労が指摘されています NHK 杯とフィンランド大会を連戦した影響でフリー演技中に足が重く見えたとの分析もありましたまたアクセルジャンプの失敗が目立った点も課題の一つですアクセルはジャンプの王様と言われるほど重要な技であり成功させることで演技全体の安定感が生まれますそれが崩れた今回の大会は鍵山選手にとって大きな学びの場となったことでしょう 山本聡太選手や友野一樹選手も表彰台を狙える位置にいながらそのチャンスを逃しました彼らが次の全日本選手権でどう調整し巻き返していくのか今後の成長が楽しみです羽生結弦と清塚信也の友情心温まるエピソード競技の緊張感とは対照的に羽生結弦選手の心温まるエピソードがファンを和ませました 友人であるピアニスト清塚信也氏のコンサートツアーに羽生結弦選手からフラワースタンドが贈られたのですその装飾には清塚氏を象徴する雪だるまサンタがピアノを演奏する姿が描かれ羽生結弦選手の細やかな心遣いが感じられますさらに SNS 上での2人のやり取りも注目されました清塚氏の投稿に対し羽生結弦選手が「プロフィールは変えないでください」と返信したことで 多くのファンが微笑みを浮かべたことでしょう。競技の場では完璧を追い求める羽生結弦選手がこんなユーモラスで親しみやすい一面を見せることで彼への愛着がさらに深まります次世代の若手たちの躍進未来への期待全日本ジュニア選手権では島田真央選手がトリプルアクセルを成功させ史上初の4連覇を達成しました彼女の伸びやかな演技と力強いジャンプは観客を魅了しました また、和田織選手や櫛田選手といった若手も、それぞれの個性を生かした安定感のある演技を披露。次世代の日本フィギュア界を担う彼女たちが、これからどのように成長していくのか楽しみでなりません。フィギュアスケートの未来を共に支えよう。フィギュアスケートは、ただのスポーツではありません。選手の努力、技術、そして表現が一体となった、表情のアートです。 ジャッジングの透明性を高め選手たちの才能を正当に評価する仕組みを構築することでこの競技はさらに多くの人々に愛される存在になるはずですそして羽生結弦選手のような存在が競技の未来を照らす希望の光です彼の演技や人間性に触れるたび私たちはこの競技の素晴らしさを再確認しますだからこそこれからも羽生結弦選手をはじめとする選手たちへの応援を続けていきましょう 表情で紡がれる物語はあなたの応援で輝き続ける。羽生結弦と共に新たな未来を描こう。